ごきげんよう。ごきげんよう。二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます。今日はこちらの心的機能の4つの機質、はい、心的機能じゃないですね。カーシーは、カーシーは、はい、すいません、今日は、こちらですね。デイビッド・カーシーの Please Understand Me 2、はい、我々の動画ではセルフヘルプ術、はい、というので、はい、セルフヘルプ術なんですか、あれは。正式には日本版の本の題名はセルフヘルプ、セルフヘルプ術、はい、人間×人間です。はい、でセルフヘルプ術を英語にすると、はい、まあ、あれはなんかセルフヘルプ術っていう本のコーナーとかで、うん、あ、自己啓発、自己啓発みたいな話ですね。はい、でそれのパート2、はい、Please Understand Me、うんうんうん、私を理解してよ、うん、って僕が言ってます。僕の中の僕が、はい、僕を理解してよって僕に向かって言ってます。はい、僕を理解しようよって言ってます、はい、っていう、これは多分タイプの違いで、はい、気質の違いでね、うん、多分出るんだなと思うんですけど、はい、これをもとに話をするんですけども、はい、一旦いただいたお悩みを読ませていただきます。今から読むのは我々の動画に INTP の頭の中っていう動画があるんですけど、はい、それはその INTP さんが、まあ、普段頭の中でどんなことを考えますかみたいな、はい、各タイプできたらいいねっていうので、はい、INTP の方が送ってきていただいたんですけど、うん、その方が、まあ、基本私はその頭の中をルール化する、はい、ルール化したいと思っている、うん、でそれをじゃあ神で例えますみたいな、はい、のでほら INTP さん神様のこと考えてますよって、はい、まあ、僕がちょっと悪く、はい、ちょっと上げてしまったんですけど、悪くというかちょっと意図と違う方向へってですよね。はい、ちょっと申し訳ございません、はい、意図的に、はいはい、でその同じ方がまたいただいてですね、はい、この INTP の天職っていう動画を我々作ってるんですけど、うん、そこにいただきました。ちなみにこの INTP、 INTP って言ってますが、はい、MBTI、はい、16パーソナリティ、はい、カーシー博士、はい、全部ちょっとずつ多分違うんでしょうね。はい、まあ、なんならソシオニクスもありますからね。ソシオニクスもあって、はい、それぞれが、はい、それぞれの間に大きい山だったり、はい、深い谷だったりがあると聞いてます。はいはい、ただまあこの INTP ですっていう方なんですけど、うんうん、INTPT ってあるので、はい、多分これは16パーソナリティですね。はい、まあ、それにちょっと今日カーシーで考えようって言ってるのはあまりよろしくないのかもしれないんですけど、はい、ちなみに INTPT の T っていうのは何でしたっけ。はい、神経症傾向ですよね。あ、アクティブでしたっけ。なんか要は元気な人と考えてしまう人、はいはい、神経質な人とみたいなっていう分け方の17歳の男ですと、はい、17歳ですよ。はい、大体17歳の時に世の中をルール化せねばとか考えてました。はい、考えてないですよ。17の時何考えてました。17の時はセブンティーズマップですよ。17のこれ尾崎なんですけどね、まあ、いかに楽しむかですよ。まあ、ずっといかに楽しむか考えてますけどねけど僕も17歳の時なんて、はい、女の子のことしか考えてないです。はい、今も女の子のことしか考えてないですよ。はい、はい、いかにカッコつけるかしか考えてないので、はい、17歳のままなんです。はいはい、僕はまあいかに楽しむかね、楽しむかに女の子のことが入ってるみたいなところですよね。はい、申し訳ございません。はい、でこの INTPT17 歳の男ですと、はい、私は生物が好きで将来は生物学者になりたかったのですが、生物を知ったところで意味を見出せないと感じ、16歳になって自己啓発本というものに出会いましたと。はい、最初自己啓発本にいつ出会いました。自己啓発本なんか僕読んだことないですよ。出会ったことがない。はい、もう不要ですもん。磯地を前にして不要ですよ。あ、まあ、読んだことないことはないかもしれないけど、はいはいはい、さらっとどっかで見たりするじゃないですか。はい、あ、引き寄せ何でしたっけ。引き寄せとかナポレオン、ナポレオンヒルとかね。はい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 、シークレット、シークレットもそうですね。はいはい、あの辺はちらっと見たことありますけど、はい、ふーんで終わりですよって。なるほど、もうこの子は16にして出会ってしまった。はい、でそこである本のレビューを見たと。そのコメントは、この本を読んで心が軽くなり、うん、生きる活力が回復したというコメントが書かれていました。うんうん、私はそれを見てこう思いました。私の持っている思考で人を助けよう、そうして20歳になったら仕事を継続しながら
思考を売るということを考えましたと、うん、本ではなく一人一人声を聞き、そして解決案を出すというものです、うん、ですが一人一人相談に乗っていては時間があまりにも足りませんと。何かしらで情報発信をしてしまうと思考の歪みや抽象的になってしまうなどの問題が起きてしまうため、仕事をしながらでは人を救う前に私が救われる側になってしまう。だからといって今余命を授かり17年、思考を極めるには全くと言っていいほど時間が少なすぎる。私は救うことを諦めるべきか、仕事をしながら時間をかけてでも思考を売り続けるのか、私には到底判断しかねますと。誰か私に知恵をお貸ししてくれませんでしょうかと、はい、17でこんなこと考えてました？考えてないですっていうのを、これを50の僕が読みですね、はい、20何年か前に、はい、そのちょっとテレビで話題になったんですけど、うん、なぜ人を殺してはいけないのか、はい、っていうのが話題になって、うん、まあ、それがあのワイドショーとかでは、はい、この今の時代ね、うん、こんな怖いことを考える子がいるみたいな取り上げられ方をして、うん、ちょっとなんか意図しない方向に流れていったんですけども、私はその声を上げたのがね、うん、確か高校生だったんです、はい、人をなぜ殺してはいけないのか、うん、っていう高校生の話を聞き、うんうん、なんて頭がいい子だと思ったんですね。そんなことを考えるのかと、うん、あれ隊長なんか違う印象を持ったようですね、はい、まあそれを聞いてなんてとは思わないですよね、まあ、ルールだからですよ隊長っぽい捉え方ですね、はいはい、社会を維持するルールですよ。あ、そうで僕は、はい、ようやくこの50になって答えとしては、うん、はい、まあ、安心して暮らしたいと、はい、だとすると、うん、俺死にたくないんだと、はい、で君が殺したいっていうなら、はい、じゃあ僕も殺したいっていう権利を持つよと、うん、だと安心して暮らせないじゃん、うんうん、っていうその隊長の話になって、はい、うん、でもし本当にそれでも人が殺したいんだとしたら、うん、親からにしたら僕はもう排除ですよ。殺したいなんて言ったら排除ですよ。あ、はい、っていうところに行き着いたんです、はい、本当に殺そうとしたらもう排除すべきですよ社会的に、はいはい、っていうところ で、 あでこの同じくね、はい、今悩みを読み上げましたが、うん、この子もそんなことを考えるのか、うん、って思ったんです、ね、うん、でまた同じくこれが今 INTP の男子です、うん、はい、聞いてくださいね。 INTP と言ってますこの方は、はいはい、NT のところですね、はい、でもう一つまたコメントをちょっと紹介させていただくんですけども、うん、自分よりみんなっていう動画、はい、これはあのチャンネルに登録していただいてるもこちゃん、もこさんという方が、はい、まあ、ここに来ていただいてですね、はい、NF タイプ、はい、INFJ だったかな P だったかな、はい、っていうご自覚で、はい、あまり生きづらい理由はこれだみたいな話をしたんですけども、うんうんうん、自分よりみんなっていう考え方で、はい、僕がうん、いやいや自分のニーズはよ、うん、みたいなツッコミ方をしてたんですけども、はい、その動画に対するコメントで、うん、クレイさんという方から、はい、コメントいただきました。ありがとうございます、うん、学校行事は全員が楽しめるものにしたい、うん、困っている人がいたら助けになりたい、うん、自分にできることがあれば役に立ちたいと思って生きていたと、うん、ある日偽善者と言われショックを受けている中、うん、出会ったのが MBTI 診断でした、はい、結果は ENFJ、うん、自分と同じような考える人がいることが嬉しかったです、うんうん、まあ、多分これはもこちゃんを見てですかね、はい、要はみんなのために、はいはい、自分はいいことをしているはずなのに、うん、悪いことは言っていないはずなのに不快な気持ちになっている人がいるということを、はい、どうしてだろう、うん、って考えているうちに、うん、この動画に結びついたと、はい、うん、この動画で自分がもしかしたら本心を言っていないように思われることが分かりましたと、うん、心からの言葉でも人によっては優等生っぽいこと言いやがってニトヘが言ったとか、はい、あ、模範的回答だねみたいな、うん、ように捉えられてしまうんですねと。あ、言いそうですもんね。僕言いそうですね本当に申し訳ございません、うんうん、はい、そうやって言うと本当は自分のあれある隠してんでしょみたいな言うじゃないですか。言う、はい、はい、確かに、うん、っていうので、まあ、体調がそのいい人感が溢れてますねみたいな、はいはい、
コメントは残した後で、うん、またその方がですね、まあ、何があったかというと、うん、友人がね、はい、その人の友人がなんで係じゃないのに黒板消してるの、うん、え次の先生も困るだろうし、うん、係の子が怒られちゃうかもしれないからね、うんうん、うわそういうの偽善者っぽいの無理だわ、うん、今振り返ると、うん、友人が僕も手伝おうかとか、うん、あよく気がついたね、うん、と言って認めてもらうことを期待していたからショックを受けたように思います、うん、下心のある行いは確かに偽善ですねと、うん、学校行事では何も動かない喋らない子がいると何を考えているのか分からなくて不安になってきてしまいますと、うん、何かしたいことはあるかなと話しかけて明るい返答をもらったことはないですねわら、うん、これが過干渉干渉しすぎに当てはまりそうですと、うん、周りを見ると自分が人のためにできることが次々に目に入ってきます、うん、わかるこれは思考の途中で本当に自分がしなければいけないなのかことなのかと最近は多分疑問を挟むようにしています、うんうん、気がついているのに見て見ぬふりをしているようで苦しいですが、うん、その時周りの人がどう動くのを見てみたいと思いますっていう、うん、これが NF の人、はい、先にもらった人が NT の人です、うんはい、さあこの4つの機能的にこれはどう働いているんでしょうねっていうのを考えながら、まあその先にもらった子は助けてくださいって言ってるんですよ、うん、僕はどうしたらいいんですかと、うん、全員を救えないんです、うん、僕はどうすればいいんですか、はいはい、この辺を考えていければなと思っています、はい、ごきげんよう、ごきげんよう。ではこの今挙げているこれはデイビッド・カーシーの、はい、まとめたものなんですけども、はい、まあ、これを見ながらちょっと読みますとですね、うん、本は、まあ、先ほども紹介しましたがカーシー博士の Please Understand Me 2英語版です。日本語版はまだ出てません、はいはい、人格の基本的な次元っていう章がありましてですね、はい、4つの気質が長い時間を通じてこれほどなんか論じられてきたっていうのは、まあ、紀元前とか、はい、そのぐらいからでももうギリシャでは、うん、4つの気質っていうのがあって単純気質とか、はい、そういうのがあって、まあ、ずっと4つの気質っていうのが論じられてきたと、うん、っていうのは偶然ではなくむしろこのカーシー博士が言うには人間性の折りと折り、はい、この折り、まあ、肩を折るの折りですね、はい、うんうん、折りと折りの中に基本的なパターンを反映しているように思われると、はい、実際にカーシー博士が4つのタイプがおそらく人間同士がコミュニケーションを取る方法と目標を達成するためのツールを使用する方法その交差から派生したものであるとカーシー博士は主張しています、はい、使う言葉とまず目標があって使う言葉と使う道具、うん、それの交差だと、うん、カーシー博士は言ってます。明らかに他の動物で人間を区別するのは彼らより持っている2つの利点つまりそれは言葉と道具ですと。そして私たちを互いに区別するものが私たちが言葉と道具をどのように使用するかだと、うん、私たちの大多数は主に具体的な言葉を使い具体的なツールを選び使用しておりもう半分は協力的ですと、うん、逆に残りの半分は主に抽象的でありユーティリタリアンです、うん、これは功利主義ですね、うん、またちょっとこの功利主義っていうのは難しいんですけども、うん、功利主義っていうのは自分も他者も含んだみんなの利益幸福を目指す立場だと、うん、でこれがよく対比として挙げられるのが、うん、協力的と今読んだんですけども、はい、これを、共同組合とか、はい、相互扶助っていうので考えるとこの功利主義と共同組合っていう思考が対立軸になる理由としてはまず目的が違うと、うん、功利主義っていうのは最大の幸福追求を中心に据えており、うん、個人や社会全体の幸福を最大化すること、うん、一方共同組合の思想はメンバーシップとか、はい、連帯の重視だと、うん、
また利益の分配についても功利主義は全体の最大幸福を重視、はい、個人やグループの利益が不均衡に分配される場合でも全体の幸福が最大化されれば、うん、それは正当化されると、うん、なのでそのみんなが幸せを目指せば最大幸福、はい、トータルってことですよね。トータル、はいはい、その中で不幸になる人がいてもみんなが幸せになるならでトータルで幸せなら OK みたいな、トータルで大きくなってるなら OK、はいはい、っていうの、はい、にただこの協同組合っていうのはメンバーシップ、うんうん、不幸になる人がいると嫌なんですよ、うん、だからまあ正しさみたいなところですよねっていうので、はい、ツールっていうのが分かれていて、はい、言葉っていうのが分かれています、うん、はい。